鶴里駅は愛知県名古屋市南区タイ通り3丁目にある名古屋市営地下鉄桜通線の駅である。駅番号は S16。島式ホーム1面2線を有する地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。ホームは20メートル車8両編成まで対応している。野波側のトンネルは名古屋市営地下鉄では唯一の伏線シールド構造となっており、 タイミングが良ければ両方向の電車が資金ですれ違う、様子を見ることができる。当駅は、桜通線駅、ストムク桜本町管区駅が管轄している。2019年の1日平均の乗車人員は3167人。桜通線の駅の中では最も利用者が少なく、名古屋市営地下鉄の駅としても、秒音通駅、カミリーダ駅に次いで3番目に乗車人員が少ない。 最寄りのバス停は、駅西側にある大通り通り2丁目と東側にある大通り通り5丁目となる。以下の路線が乗り入れ、名古屋市交通局により運行されている。なお、2011年3月までは、神宮13号系統のバスも走っていた。同系統はかつて、名鉄バスが運行しており、当駅周辺では大通り通り5丁目バス停近くにあった。 ケトリ2バス停に停車していた。当駅周辺には他に、新たま12号系統が停車する、桜田中学校バス停と桜台高校バス停も、ある。ありがとうございます。